皆さん、こんにちは、スイカです。今回はですね、レベル1統一で、レーティングバトルに潜ろうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、レベル1統一はね、育成とか負荷厳選しなくていいんで、育成はめちゃくちゃ簡単なんで、まあ、ちょっと癖が強すぎるパーティーですけれども、僕はなかなか、強いんじゃないかなと思っております。そして相手さんのパーティーですけれども、これ絶対にしょってね、これランドロスのステロ展開とかが、これ目に見えてるんで、ここコイルから行きます。で、コイル、クヌギ玉、ココドラのこの軸でね、多分相手さんのパーティー倒せると思うんで、ランドロス除いて、多分これでいけるはずなんで、ここはこんな感じの軸でやっていきます。ここからはですね、バトルビデオでの解説となります。ちょっと訳がありまして、申し訳ありません。で、さっき言った通り、初手ランドロス読みでコイルを出すって言ったじゃないですか。その理由としましては、このコイルマジックコートって技を覚えてるからです。マジックコートって技は、相手の変化技、そういうのを跳ね返すっていう効果です。要するに、エイフィーとかのマジックミラーっていう特性を技として使えるっていうような、そういう解釈でいいと思います。で、ここステースロック読みで、マジックコート。まあ、それが案の定、まあ、決まるという感じですね。で、マジックコートって技は守ると違って連続で使えるので、ここ、多分相手さん、ランドロスはそのまま攻撃技し、変えてくるだろうって判断で、ここ独特に切り替えていきます。で、僕のパーティー構築としては、毒ビッシュとか砂足をうまく用いて、ココドラのガムシャラで詰めていくっていう、そういう立ち回りなんですけど、毒ビッシュと砂嵐、ランドロスには1ミリもね、ダメージ受けないんで、ここで毒毒を入れないと勝つことが厳しいっていう、そういう判断です。で、まあ、ランドロスにも毒毒を入れることができたので、ここからはもうコイルは、ステースロックをされまいされまいっていう、そういう精神で、マジックコート連打していく、そういう立ち回りで切り替えていきます。まあ、本来はこういったコイルの立ち回りではないんですけど、まあ、コイル本来の立ち回り方であれば、毒毒を入れてから、ダメージ受けて、オレンの実を貯めてから、リサイクルでオレンの実を回収して、無限にオレンの実を回収して、相手を毒殺していくっていう、そういう立ち回りなんですけれども、まあ、今回は、ちょっとね、レベル1からの陽キャ戦術っていうのをお見せしたいと思いまして、コイルは今回はちょっと陰キャ戦術は、控えていきます。まあ、ここからは多分マジックコートとか、あとはなんか守るとかで毒ダメージ稼いだりとか、なんかそういう、ちょっと削減になっちゃうんですけど、まあ、そういうことを、しばらく、ムーブするんで、もしかしたら加速すると思います。相手さん、トンボ狩り切り替えてきましたね。これはね、かなり美味しいですね。理由としましては、僕、ココドラから出そうと思ったんですけど、これによって、クヌギ玉で、起点にすることができるんで、これは、このトンボ狩りはむしろ、あとですね、ステースロック型のランドロス、大体トンボ狩り持ってるんで、逆に裏目になったっていうような感じでしょうか。そして、クヌギ玉。で、さっき言った通り、ランドロス以外には砂嵐のダメージ全部刺さるんで、ここ砂嵐で切り替えていきます。そして、あいつさんは、これ多分、ランドロスでステースロック巻かないと、まずいなと判断したのか、ランドロス後出ししてきましたね。まあ、ただこれはもう正直、時すでに、お寿司っていうような、感じです。で、クヌギ玉はもちろん木の実ジュースを持たせて、それで、一回ダメージ受けても、また回復し直して、頑丈で、また耐えることができるので、まあ、二回行動ができるっていうような、そういう、多分解釈で、いいと思います。ただ、砂嵐は、ちょっとクヌギ玉、タイプじゃないんで、ダメージ受けちゃいます。で、こっから、ココドラに切り替えていくと。まあ、ココドラの方は多分皆さんご存知だと思います。こっから、ダメージを受けて、相手にガムシャルを与えて、そっから、相手に与えた HP の、16分の1かなんかそれぐらいで、回復するっていうそういう無限ループみたいな感じです。それで頑丈を回復させて、後ろにいるポケモンにも頑丈を与え、そして、HP1 与えていくっていうような、そういう感じですね。と、ココアイツさん多分、ガムシャル読みでステルストックばらまいたんでしょうね。で、サメ肌と、サメ肌これ守るとかと採用してる人結構多いんで、ここ砂炭化石で守るされるのが結構心配ですが、ここ悪の波動に切り替えてきたと。ただ悪の波動もこれひるむ可能性があるので、この時はめちゃくちゃヒヤヒヤっていうような状態ですね。で、これ結構理想部分に入りましたね。これで相手に HP1 に刺して、HP を頑丈まで回復させ、そして開始のスリップダメージで相手を落としていく。これが、レベル1回の陽キャ戦法ですね、これが。ターン数を稼がずに、スピーディーにね、済ましていくんで、僕はこの戦術、かなり好きです。で、裏はバシャーモなんで、これはもう勝ちなんじゃないかな。まあ、バシャーモで、これ砂ダメージ、砂ターン稼いできましたね。まあ、これも、正直、ここまで頑丈生きてるんで、これはもうガムシャラからの、ツバメ返しで、
バシャーモは1対1対面だったら詰めることができるので、これは、まあ、勝ちであるというような感じです。レートでは動かしづらいですけど、フリーとかだったらレベル1パーティーは面白いかもしれないです。はい、まあ、これ今レート潜ってるんで、次2戦目はフリーで動かしていきますので、はい、2戦目もお楽しみに。で、対戦相手は UB と AU をミックスしたようなパーティーですね。このパーティーなんですけど、このパーティーさっき1戦目みたいな陽キャ戦術が使えませんので、今回はこのエルフーンとバルビーと、あとミミッキュでの陰キャ戦術を今回はお見せしようかなと思います。ただちょっと先発エルフーンはしんどいので、ここ先発ミミッキュから行きまして、エルフーンバルビートといったような軸で行きます。陰キャ戦術を採用した理由としましては、ゼクレシーがいるからです。ゼクレシーの特性は型破りとほぼほぼ同じなんですけど、その型破りは化けの皮とか頑丈を無視して攻撃するって特性なんですよね。まあ、だからといってしょっぱなミミッキュを出した理由としましては、なんとなく初手アーゴヨンから来るかなと思ったからです。まあ結果としてゼクレシー来なかったから大丈夫そうですね。で、ミミッキュの戦い方としましては、トリックルームを張って、そこから密連れで、11交代、持っていくっていうような感じです。で、樹木の色違い、青、蒼天に輝いててかっこいいですね。ただ、電樹木のコンセントが日本に対応してなくて、悲しい、このコンセントが。完全にこれ中国とかさ、シンガポールとか、その辺の海外にプラグに対応してるから、ここからゲーフリさんは日本ではなく、海外に市場を目に向けていることが、見て取れますね。まあ、ゲーフリの陰謀もこれで見て取れることで、こっからはエルフンから出します。うちのポケモンたちガムシャラとドクドクとか主に戦術してるんですけど、アーゴヨンはね、毒タイプ入ってるんでドクドクが入らないんですよね。まあ、なのでエルフンから、エルフンは矢継ぎの種を使えるんで、それでちまちまダメージを与えていくっていう戦術です。まあ、ここ Z 切ってきましたね。まあ、ちょっとこの辺はカットします。まあ、これでエルフィンが何百匹倒されるかわからないですけれども。まあ、これでね、とりあえず、極めたスキは持ってるんで、絶対耐えます。で、ここから、ヤドリギの種で、チューチュー吸い上げて、HP をバンダーに持っていって、そこから、マモミガで、ガチ陰キャ戦法をしていくっていうのが、このエルフン、外役的な戦い方ですね。もう陰キャを極めてるね、このエルフンは。で、あとはエルフン別に進化させなくても、この技、全部覚えるんで、門面でも。太陽の石を無駄遣いしたくないと思ったら、門面で使うことをお勧めします。まあ、エルフンが好きであれば、僕は、エルフンで使ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、これで不毛なね、戦いが始まるんですけれども。で、ここで守る押したいところなんですけど、多分ここ、あいつは守るが来ること分かってて、交代してくる可能性があるんですよね。なので、ここは身代わりをして、相手の交代目で身代わりをして、宿り木を張り直すっていう、そういう戦術に切り替えていきます。まだ引いてきませんね。あと、ここからは、ま、あいつさん、いつ交代してきてもおかしくないんで、僕はもう身代わりを連打していきます。あ、こういうことがあるんで、皆さん、身代わりの PP をね、増やすことをお勧めします。俺、それによって結構苦しんだことが多々あったんでね。あ、16ぐらいまで増やせることができた気がするんで、まあ、それでね、宿り木の種は、相手の HP の8分の1ずつ、ダメージ与えるって効果なんで、まあ、ちょうど16なんで、まあ、もしかしたら、2匹とも持っていくことが可能かもしれないというような感じです。さて、あいつさんは、ゼクレシ来ずに、UB 統一できましたね。これはなんだろう、伝説のポケモンを使うと、さすがに部が悪いと判断したのか、ちょっとでも部が良くなるように UB を出したんでしょうかね。ちょっとよくわからないですけども。さて、ダイモンジに切り替えてきましたね。まあ、ダイモンジこれ外してもらえると、かなり、アドになりますね。そうすれば、毒毒のダメージとか、毒毒とかをね、与えることができるんで、そこも美味しいと。ただ、ここね、またアーゴヨンに出されてしまうと、積んでしまうんで、ここはね、再び身代わりをしました。はい。案の定、引いてきましたね。で、ここはもう宿り木の種、またして、宿り木が外れない運ゲーチキンレースの始まりですね。完全にこれ、イタチごっこやな、ほんまにな。で、ここであいつさん降参をして、対戦ありがとうございましたといった感じです。いかがでしょうか、皆さん。まあ、これがレベル1統一の戦い方なんですけど、まあ、初心者の方でも育成がしやすいって利点が非常にあると思うんで、僕はぜひとも、レベル1統一、1回ぐらいは経験してみては
いいんじゃないかなと思います。ということで皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。